こんにちは。こんにちは。私ジャスト株式会社代表関正幸です。今回はね、子育てのコツということで、はい、名取真美子さんというね、保育士、何年やられて、17年、まあ、はい、そういった専門の学校出られてや、ね、経験も豊富ということ でご自身で何か、ね、はい、運営なされてるんです、はい、休日の保育なんですけど、日だまりという、はい、保育室を下諏訪、はい、長野県下諏訪町ね、はい、で始めたということ で、はい、でやはりそういう経験の豊富な方でね、ちょっと教えていただく。で実はね、セミナーも主催なされて、はい、主催じゃないね、僕らが、まあ、ジャスト株式会社じゃないんだけど、まあ、主催、まあ、講師だね、講師をやってて、さらに独自の、まあ、ジャスト、ここからジャスト株式会社でも有料の方の子育てトレーニング、はい、ビジネス、セミナーがあります。セミナーというかトレーニングがありますので、ね、はい、パパママに対するね、いうことでちょっとまあ、宣伝も兼ねてなんですが、はい、ちょっとコツなんか教えていただきたいと思うんですけど、はい、でちょっと最近困ったことが、ファミリーレストランで、私2児の父親なんですが、まあ、子供がファミリーレストラン行っていきなり寿司が食いたい、うん、ファミリーレストラン大概ハンバーグとかステーキあるんですけど、はい、寿司食いたいで、うん、だんだんギャーギャー騒ぎ始める、うん、ちょっと周りが気になり始めるね、ジロジロなんだよって明らかに不快な顔する人が出てきて、うん、いうパターンなんですが、うん、で大概の場合親はどうするかっていうことなんですけど、うん、関さん、うん、実際に会って、私ね、実はね、甘い父親で、まあ予算今日5000円で来たんですけど、うん、まあちょっと沈め、まあね、ちょっと寿司ないから、ちょっともう今日は君に5000円のやつだったんだけど、2000円の これをやろうか、うん、ね、まだ騒ぐんで、ちょっとチョコレートパフェ、うん、デザートですね。それでまあようやく、で、それであと請求書が来ると、まあ、1万円ぐらいって大事な、いう話なんだよ、うん、いう話で。他でもなんかあるよね。どういうパターン？うん、もう怒鳴り散らすっていうんですか。もうあるわけないでしょ、こんなところにみたいな。あんなこと言うんだったら帰れよみたいな。で子供がよりわーって泣いて、うん、なんか迷惑と言ったら失礼かもしれないですけど。これね、周囲の人にね、はい、すいません、すいません、うん、こういうのね、はい、このパターンが多いんじゃないでしょうか、ね、うん。こんな時どうでしょうか。こんな時。うん、他に、まあ、他にというか、あれ、大きく分けてこのパターンじゃないですか。何でも子供がわがままになった時、うん、そうですね、これを私の場合甘やかせ型って言っていいのかな、うん、甘やかせる、うん、もう一方は支配型だよね、うん、支配型。どっちがいいんでしょうかってことだよね、うん、どっちがいいんでしょうかというか思ったんですけど、うん、どっちも客観的に見るとあまり解決になってない気がするんですけど、うん、どうでしょうか。物の本によるといいじゃないの甘やかせてで愛情いっぱいっていう本もいっぱい出てるよ、はい、で逆に実はねこっち少数派なんだけどこれもあるね。もう、うん、もう1歳とかからもうビシビシやんなよ。うーん、でこっちに揺れ動くで、どうでしょうか。習慣を取りなさいって話もできますよね。うん、習慣、うん、習慣にしたらどうなりますか。でやっぱねこれ揺れ動くだけだと思いますね、うん、甘い時があったり、うん、厳しい時があったり、うん、顔色をうかがうこともになるんでしょうね。そう、要はね、でもね、はっきり言うと子供が王様になるのは甘え、うん、で親が王様になる、うんうん、これでひっくり返ったり革命が起きたり、ね、これだけの話なんで不安定ですね、うん、で大概これで親たちは途方に暮れてしまう、うん、どうしたらいいんだろう、うちの子は特別なんじゃないかなと、そういう話になるんだけど、うん、どうでしょうか。これ甘えでも
支配型でもないあの方法があるんですか。ありますね、あるんじゃないですか。あるありますね。それを第三の道と名付けましょう、はい、で実はそれを、はい、あのまあ実は名取さんから教えてもらったっていうよりも、まあ、研究したんですけど、あの、はい、まあ、実際にあの今現役の父親と、まあ、あの保育士、まあ、4人のお子さんを育ててるっていうけど、うん、もうお孫さんもできて、はい、お若く見えるんですが、でもうそういう経験、実子との他人のお子さんも見てるってことで、うん、ちょっと話し合いの中で第三の道がどうもあるさって、はい、で試した、え、はい、すごいすごい、これがすごい、でこれ両方うまくいかないです、うん、第三の道、あのし、これすごいですから本当にね、ということで、はい、あのお問い合わせください、こちらの方に、ね、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。